はい、順次です。ではアイワナピーザープリファレンス続きをやっていきましょう。では今回のパートはここですかね、ライブ会場、ここに入って、でおそらく以前に戦いましたあの響ちゃんと同じようにまた音ゲーバトルが始まるんじゃないかなと思いますので、まあ入ってきましょうか。まあ、始まらなあまた会います風。ではそろそろ自分の出番だな。ん？キッドじゃないか。もしかしてまた手伝ってくれるのか。もちろん手伝うしかなかった。よいしょ。ルールは前と一緒だぞ。まあ難しくなってるでしょうけどもね。でも一個だけ追加されることがあるんだと。なんでしょう。もしどれかがこの状態になってボタンを押すといつものポイントよりも多くなる。あ、多くなるのか。じゃ積極的に狙っていかないといけないんですね。それからちょっと細かいところですけども、この魔法陣一つ作ってコピペしたんではなくて、一個一個これ多分手書きされてますね。手書きというか作ってるんですかね。全部なんか形が若干いびつというか合ってないというのが、またなんかこうその作ってるね姿を想像してしまうのが面白い。よし、ということで今回もコントローラーに割り当てずに、ま、キーボードでやっていきたいと思います。では行こうか。おっと、なるべくこの状態になったらそこのボタンを押すんだぞと。わかりました。でクリアスコア68000、結構なもんだね。あ、曲も違う。よし、じゃあ始めよう。あー難しい。パンパン、まあ、最初はこう試運転的な感じでやっていきましょう。よっ、ちょうど輪っかが重なった時に、待て、あ、ダメだ。ちょっとこれタイミング難しいな。気持ち早めで大丈夫か。うん、この初戦でどれぐらい打てるかっていうのを確かめていかないといけない。ゴールまであとどのくらいなのかってのも大事ですからね。うん、結構いい感じで来てるとは思うんだけど、うん、この×がね、本当にこう輪っかが重なる直前ぐらいに出るんで、あれ、それがまた難しいっすかね。よし、何点で出てます？黄色い文字がね、ちょっとその輪っかに集中してて見えなくて、あ、まあ、このちょっとねオーバーして打ってしまうと次ちょっと休まなきゃいけないことになっちゃうんですよね。インターバルがあるので、よ、気持ち早め気持ち早め気持ち早め、よし、いいじゃない。テンポは、あ、やばい、ちょっと早かった。魔法陣結構積極的に打っていかないとクリアできないような難易度設定になってると思うので、そうね、まあ、とりあえず初戦で、うん、やばい、手応え、おお、おお、映像出た。手応えを掴んでいこう。よいしょ、よいしょ。これちょっと難しいな。目押し、リズムと目押し。よし、あ、ヴァンパイアガールって曲なんでしょうか。やばい。さあどう？59000、ああ、いや、これね、ちょっと頑張ればいけそうな気がする、うん、これで4万ちょっととかだったらさすがに相当練習が必要とは思ってはいたんですけども、あれぐらいの点数が出せればいけそうですね。よし、じゃあ撃破解と。
ちょっと無言モードになってますけど、さっき序盤良かったんだけど中盤怪しかったね。ちょっとミスっちゃった。ヴァンパイアガール、どう？よし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 、これた。あ、意外とそうね、難易度優しめでしたかね。結構ね、途中でお話ししましたけども、序盤から中盤にかけてミスっちゃう、セーブセーブ、ミスっちゃったんですけども、まあ、それでも1000いくつか余裕を持ってクリアできましたからね、よかった。よし、ではセーブして、まあ、続きやっていきましょうか。またなんかこのステージがマリオ USA、まあ、原作夢工場ドキドキパニックのようなステージにやってきました。では行きましょうか。で、まあ例によって、まあ、あのヘビちゃんは倒せないんでしょバスターの意味、これは乗れるのか。あ、で針か。そしたら上がってく。これ入れますかね。ちょっとそこだけ確かめていい。あ、ダメだ、入れないと。先ほど戦いました響きちゃんライブボスなんですけども、まあ、大体3回目のトライで、倒せた感じですかね。なんで、比較的早かったです。前回の練習の方がまだ難しかった。まあ、慣れてないってのもあるかもしれませんけどね。ここはランスファイヤーを避けてく。あ、でも一定間隔で、ちょっと待って、ここそこやらしいな。接近するところが難しいですね。これセーブが次のマップ終盤にしかないから、ここでミスったらもう危ね、アウトというそういうちょっと恐ろしさはあるね。よっ、またじんわり出るね。さあ、ここなんですけど、ああここ大丈夫か。ここちょっと怖いな。玉って、あ、固定だ、乱数じゃないわ、ファイヤーなので。パターン作れますねこれ。あ、また待って、しまった、パターン作れますね。ですね、まずはここに待機して最初のこっちボールを避けたら一気に行くんだけど、ここでよ、入って入って、嘘、そうか、弾との兼ね合いがあるのか。あ、そこまで考えてなかったな。とは言っても先ほどと同じ構築で前半は行く、まあ、こんな感じで行って下降りて、で一旦鉛ボールをここで回避してから一気に行っちゃう。あ、これでいいね。まなんのちなみにそこって全部ダメなんですかね。ここもダメ、あ、もう全部ダメか。やっぱり避けてかなきゃいけないですね。まあ、でも本当に固定で助かったと言わざるを得ない、まあ、優しさと言っていいんでしょうか。ここに行く。で、あと何もないでしょ。ターンターン、待って、ターンターン、ユーセーブ、オッケー、危ない。そしたらようやく、なんか右からも飛んできてるな。飛んできてるね、荒々しいねこれ。まあいいか、とりあえずどう行けばいいんだこれ。上か。うわ、すっごいねこれ。なんか相罠でなくてもありそうな、そんなステージですね。うわ、早っ、よいしょ。あ、でもなんか懲りてますね。よし、これなんか思うんですけど、そのままいけないですかねこれ。そのままよいしょ、こっからいけないか。これいけそうな気するんだよね。多分スイッチ押すとその辺の針が引っ込むんだと思うんですけど、なんかこれいけそうじゃない。ほっ、あ、ダメか。そこさえ飛び越せば最速でパターンを構築していくんだが、ここはまあいいでしょ。次がここで飛べないから、でもここはファイヤーだし、ここもダメ。何回か見送んないとこれはいけない。よし、ここいけないっすかね。ここもやらしいな。あんまし潜ってからお休み時間が少ないですね、そのヘビちゃん。うわ、なんだこれ、待って、危ねえ、おっかねえ。よし、あとは帰るだけ、帰るだけだが、よ、よし、待て、何でもありかよ。最速でパターンを構築していくといっても、ここはいけないでしょ。次いけるかな、ここ。ちょっと、まあ、いけなくもないか。やっぱり何回かこう見送って、でここでいく、ベスト。そして次はいけちゃう。よ、よし、さて
今度はミスんな。ここもパターンだよね。兼ね合いが合わさればよし、 OK で、よし、でちょっと行くと飛んでくるから、あれあれどこで飛んでくる、あっぶな。さて、あとは帰るだけですよ。今行けたな、もったいない、タイミングミスった。あ、待って、行ける行ける。何を、ちょっと臆病になってしまってる。行けよ、飛び出せ、次行ける、よし、 OK。 さて、もう罠なしよ。ほっ、 OK。 で、あとはまあゆっくりと行けばいいだけでしょう。大丈夫だよね、大丈夫。さあ、ここはよ、あれ危ない、なんだその時間差なのかな、ちょっとよくわかりませんが、いける、よし、危なかった。そうは言っても行けたけど危なかったね。よ、よし、さあミスんないよ、ほい、危な、ちょっとひよっちゃったかな、ほい、で、よ、よし、え、もうマジでリバーシブルなの。そしたらここはあのリバーシブルスタイルなので、回避場所はここですね。よしよし、この間、これ大丈夫ね。さて、北西部、よし、おお、なんかハチちゃんがいますね。うわー、そしてなんか砂、あのアリ地獄がありますが、そしたらこのマップを越えたら今回終了したいと思います。そうしましょうか。なんかボス前って感じもしますね。うん、まあまあいいか。とりあえずそのハチちゃん、待ってて、そのハチちゃんの挙動はどんな感じなのかしら。ほ、時期の周りってわけではなさそうか、まあ、ただぐるぐる回るってだけだったらそんなに、あ、難しくはないかなとは思う。まあ、突然突進してきそうな気がしますけどね。あれ、そのさ、2本目の上向き針の裏になんか隠れてない、あれ星か、星かな、まあいっかよ。待ってね、そこ8当たりそうか、なんでちょっと打って、待って待って、なんかギリギリ当たりそうなんですよね、かすりそうなんで、打ったらすぐに、よし、大丈夫かこれ、何事も起きるなよ。よっ、 OK。 ちょっとここ難しいけど、よし、なんか飛んできそうな気がするんだけど大丈夫かしら。ほっ、よし、あとちょっとでセーブよ。よっ、よっ、よし、 OK。 そこ大丈夫かな、乗って、乗って大丈夫、待って待って、うっそ。そのスイッチの左側なんですけど、これ貼り付けばハチちゃんに当たんないんで、まあ、これで回避ができますね。なんであんまりここ焦んなくても良さそうな気がする。よっ、よし、で、あとはゆっくりとじっくりと帰ってくのみですが、よっ、行っちゃう、よし、一旦ここに当たろう。そのアリシゴくんところ全部ダメっぽい気がするんで、なんでこんな感じでいく。よしよし、来た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 、ダメでしょこれ全部、あーあー全部ダメね、了解。じゃあ後半戦いきましょう。そうか、2体か、ちょっとこれまたやらしいところで、とりあえずパターン、でもそんなんでもないか。まあ、今度はなんかトラップありそうな気するけど、タンタン、ほい。地味だね。まあ、前半の仕組みを見るに、まあ、ただ早く行けばいいってだけなような気もするんで、であれば、まあ、ちょっと帰りが怖いけどもね、そんなにまあ難しくもないでしょ。どうなって、おっかねおっかね、ちょ待って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 、暴れすぎでしょ。思うんですけども、頭の中でシミュレーションした限り間に合いそうにない、もしくはすごいギリギリな気がするんですよ。まあ、とりあえず行きます。ここでもう行っちゃう。ほで、これ間に合わないよね絶対に。先ほどの操作で私に多少のね、そのタイムロスというか操作ミスはあったにせよ、まあ、だからといってあの針のスピードに対して下まで駆け抜けていくことはまあ無理だと思うんですよ、時間的に。なんで何か仕掛けがあるはず、どっかに。そうでないと越えらんないもん、あれ。だから抜けると、マジでないのこれ、抜けるとかない、倒せるわ、あ、ない、本当に下まで行くのあれ、間に合わないんじゃないかな。そしたらではもう一回疾風のごとく行ってみたいと思います。ただここでワンテンポ置いてからスタートするんで、行きますね。ここで、ちょっと前今ロスったけど、
だけど、いやもうこの地点でもう間に合わないんですよね。ここさらに折り返して下まで行かないといけないから、あ待って、これさ、もしかしたら一番右に待機してたら、あのどっか行ってくれるっていう説はないでしょうか。可能性あるよね。なんていうか、まあやられちゃったから右まで行ききっちゃってましたけど、針が、これもしやられなければ、実はここさ、ほあ、なるほどね、そうだよね、そうでもないといけないもんね。待って待って待って、あ、それだけだったらまだいける、であればいける。そりゃそうですよね、ああいうちょっと針の動きをしてくれないとさすがにいけないですもんね。よし、突破口が見えたということで行きましょう。よっ、でここはだいぶ余裕があるんで、まあ、じっくりと迫ってきてから飛ぶと。で、あの左下で一回休みます。あそこ一回こう休めるんで、よし。で、おお、ん、終わり、もう来ない。まあ相罠のことですから、これでなんか許してはくれなそうな気がする。うっと待って、これどっか、ここ休める、おーしよしよし。一気に下までは降りられねそうにないですね。なんで一回そっちに移って、ここで避ける、よし、で行くと。ここもちょっと怖いな、行けるか、よし、 OK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  で大丈夫、大丈夫ね、よし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 、来た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 、危ない危ない危ない、セーブ。よし、では今回はここで終了したいと思います。まあ難しめっちゃ難しめですけども、まあ楽しくまだ超えられるような、そんな難易度ですかね。はい、まあ次回はボス前もしくはボス含めて進めていけたらなと思ってます。もう多分終盤だと思うんですけどもね。はい、頑張っていきたいと思いますですね。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。